飲み込む得意の歌が得意ネタ若手グランプリ、繋がれた鎖を引きちぎって目指すは歌のお兄さん、癖がすごいエンターテイナーデニス。あらあらあら、すごい台無しサンバ始めるよ。あらら、今日はサンバのリズムに合わせていろんなものを台無しにしてっちゃうからね。それじゃいくよ、ミュージックスタート。犬を仲間に、猿を仲間に、キジを仲間に、動物アレルギー台無し。体が痒くなっちゃったら台無しだよね。それじゃあ次の台無しだよ。映画タイタニックの台無し、ミュージックスタート。船の先で手を広げる、ディカプリオ聞いてこちょこちょ台無し。ロマンティックな雰囲気が台無しだよね。なんかこれだったらタイタニックじゃなくて、してる感じが俺パニックだよ。出ちゃってんのかな。わかるわかる。嫌なんだろうなっていう感じが。ゆきおちゃんが今日のために考えてきた手品を披露してくれるよ。そうだよ。僕が選んだカードをズバリ的中させてくれるみたいなんだ。準備はいいかな？オッケー。それじゃあいくよ。見たことないですよね。ミュージックないないない。スタート。見ないでね。見ないでね。みんな覚えて。これだよ。映像だからな、完全にこれは。なるほど。これだよ、覚えた。このやり口は。そっちも覚えた？台無し！ちょっと本編に出てほしいな。これはでも本編行った方がいいんじゃないですか。おっぱぴー、おっぱぴー枠としてどんな顔するか見たいもんな。千鳥さんがどんな顔するかな。突っ込んでくれない。うん、いや何やこれって言うと思うけどね。どこがおもろいねんっていうパターンのやつだと思うけど。でもそっちの方がデニスにとっても多分プラスだしね。うん、俺らが料理するよりはなんかちょっと本当に美味しくなっちゃうより、あのやっぱ千鳥コックにお待たせして めちゃくちゃにしてもらってなんか方が美味しくなりそうだけどね。